愛媛デジタル旅行博、お待たせいたしました。それでは続いて2つ目のメインコンテンツ、愛媛県自転車新聞化推進課の川上課長による四国一周サイクリングのご案内です。川上さん、よろしくお願いいたします。はい、川上です。よろしくお願いします。お願いします。さて、愛媛県なんですけれども、サイクリングに力を入れていますよね。そうですね、愛媛県がサイクリングに力を入れ出して約10年になりますけども、はい、いろんなことをやってきましたけども、何はさておき、やはり島並海道じゃないかなと思ってます、昨年の11月にはですね、ナショナルサイクルルート NCR のですね、日本で、1番目の指定を受けました。これから日本を代表するサイクリングルートとしてですね、ますます多くのサイクリストの方に来ていただけたらなと思っております。多頭尾もさることながら、海の上をサイクリングでスーッと走れるっていうのは、海外の方から見ても、わあ、素敵なところだなと思っていただける場所ではないでしょうか。そうですね、しまなみ海道もですね、コロナ前にはなるんですけども、15% の方が海外からお越しになってまして、最近ではですね、欧米豪の方も非常に多くサイクリングを楽しんでいただいてます。ぜひですね、今はコロナ禍ということで、なかなか海外の方来ることはできませんけども、コロナアフターコロナにはですね、ぜひ海外に向けても積極的なプロモーションをしていけたらなというふうに考えています。そして愛媛の魅力あるサイクリングロードというのは、しまなみだけではないんですよね。そうですね、県内に28のサイクリングコースを設定させていただきまして、愛媛まるごと自転車道ということで展開をさせていただいております。自転車ですね、このコロナ禍ではあるんですけども、オープンエアのスポーツで、そして3密を回避できるというようなことで、非常に注目が集まってきてもいます。これからですね、マイクロツーリズムみたいなところも積極的に売り出していければなというふうに考えております。愛媛に初めていらっしゃったという方でも、道路を走っていましたら、左のところに自転車のレーンの青いラインが引かれてあるので、あ、ここは自転車レーンなんだなというよくわかると思いますが。そうですね、ブルーラインと申しまして、はい、各コースに引かれております。サイクリストの方が迷わないようにそのコースをサイクリングできるように、そして車のドライバーの方にもですね、ここはサイクリストがよく通るんだよというような注意喚起、この二役を担っているラインでございまして、非常にサイクリストの方から好評を得ているところです。おもてなしの国愛媛ですからね、そういったところでもサイクリストの皆さんをお迎えしたいところですね。そして四国一周サイクリングという言葉を聞きましたが、これはどういったことをされているんですか。はい、3年前から愛媛県が中心になって、他の3県と連携して取り組んでいますけども、大きく2つのプロジェクトを動かしてまして、1つは若者応援プロジェクトというようなことで、全国から大学生の若者を公募しまして、で宿泊費のですね、補助をさせていただいて、若者目線で四国を発信していただくというふうなことを取り組んでおります。今年はですね、ちょっとコロナ禍で、募集できなかったんですけども、コロナ明けにはですね、また多くの若者の皆さんにチャレンジしていただけたらなと思ってます。それからもう一つ、四国一周1000キロプロジェクトというふうなことに取り組んでおります。これはですね、四国に1000キロのモデルルートを引きまして、1000キロを走っていただくで、ようなプロジェクトをしてましてですね、今日ちょっと持ってきたんですけども、はい、登録していただきます。登録料8000円かかるんですけども、実はその8000円払っていただくとですね、こちらの公式ジャージ、四国一周公式ジャージとですね、はい、それから、こちらの、はい、チャレンジパスが送られてきます。このチャレンジパスはですね、道の駅29箇所のスタンプを押すようになってまして、これをですね、半分以上コンプリートするとですね、なんと、あら、なんと次から次にいろんなものが、はい、
乾燥要件があるんですけれども、その乾燥要件を満たせばですね、こちらの乾燥賞とですね、はい、まだまだあります。これ立派な乾燥賞ですね、はい、まだあるんですか。はい、これ記念メダルでございまして、はい、メダルなんですけども、実はベルトのバックルになるというような代物でございまして、強そう、こちらをですね、乾燥された方にはプレゼントするというような企画でございます。四国の形になってる、はい、そうなんです、四国の形の、はい、ベルトをしている人がいたら、四国一周したんだなというふうに思っていただいたらなと思ってます。で、今現在ですね、3年前から始めたんですけども、登録者が2700名を超えておりまして、で、完走者が900名を超えております。先ほどのメダル900人が持っているということなんで、ぜひどこかで見かけたら、君をしたんやねというようなことでお声掛けいただいたらなと思ってます。非常にそういうことではですね、いろんな方と交流もできますし、四国一周非常に楽しいんじゃないかなというふうに思ってます。1000キロチャレンジと聞くとハードな企画じゃないかなと思うんですが、もうそんなにたくさんの方が成功されてるんですね。そうですね、実はその1000キロプロジェクト登録者2700人と言いましたけども、海外からも台湾、韓国、香港からもいらっしゃいますし、実はその 11% がですね、女性の方も登録されておりまして、女性の完走者もどんどん増えているというようなことで、非常にハードには見えますけども、いろんな可能性があるかなと思っております。これからお見せする動画もですね、実は家族の物語なんですけども、お母さんはですね、実は e バイク、電動アシスト付きスポーツ自転車、これを使ってですね、四国一周をされてます。家族であるとかですね、女性の方にも優しい四国一周サイクリングを目指していきたいなというふうに思ってます。四国一周サイクリング、でも愛媛にはその四国一周という意味では県をまたいでお遍路の文化というのが昔から続いていますよね。そうですね、四国一周サイクリングもですね、四国遍路、これを参考にさせていただいている部分も多いです。先ほどお見せしたスタンプラリーも農協庁から来てますし、いろんなジャージもそうですね、白装束を着て四国を回るというようなことで、公式ジャージも作らせていただきました。うん、そういう四国一周サイクリングも遍路文化をこう参考にしながらですね、いずれは四国遍路も四国一周も自転車で行っていただきたいなというふうに思っております。またお話にもありましたけれども、サイクリングのお手本というのは台湾にもあるかと思うんですけれども、そういったところとも連携しながらサイクリング文化も広げていきたいですね。はい、そうですね、台湾もですね、一周のサイクリング文化があります。愛媛県が始めた10年前にもですね、台湾をお手本に始めた経緯もあります。ぜひですね、そういうエリアと交流を深めながら自転車文化を作っていければなというふうに考えております。まだまだこれから広がっていくこの愛媛のサイクリング文化だと思いますが、先ほどお話もありましたように、ご家族で回った VTR がこの後流れるそうですが、見どころはどういったところでしょうか。はい、先ほどもちょっとご紹介させていただきましたけども、これは家族の11日間の四国一周の動画でありますけども、長野県のですね、白馬村のペンションを経営している5人家族、お父さん、お母さん、それから3人姉妹ですね、中学校の2年生と1年生、それから小学校の4年生も四国、4年生の女の子ですね、もう四国一周にチャレンジしています。ただですね、車の多いところは電車に自転車を乗せる輪行というんですけども、輪行をして車の多いところはスルーするで、いろんなアクティビティやグルメを堪能しているという動画でございますので、ぜひ、楽しみながら見ていただければなと思っております。それでは皆さん、どうぞ一緒にご覧ください。はい、お願いします。
スタートは、スタートはですね、西四国の北、今治市からスタートしていただきました。はい。1日目はですね、今治市からお隣香川県の善通寺まで。わー、はい、また長距離ですけれども、あ、まずは今治城ですね。そうですね、今治城、お堀に海水を引き込んだという今治城です。あー、またこれは景色も楽しんでいただけますね。そうですね、非常に、平坦なところが多い、はい、エリアでして、非常に楽しめるんじゃないかなと思います。カニが出てきてびっくりしてた。本当だ、カニ。結構この川、あの干潟が多いところでして、こういうカニとかですね。これバックは石槌。わー、はい、いいですね。そしてブルーレインがです、ね、はい、ありますね、はい、でこれ新居浜のですね、中萩駅というところから、はい、電車に乗せて、臨港って言いますけども、はい、電車に乗せて、香川県まで行ってます。この車窓の風景もね、あの長野からお見えだということですから、海がないところから、そうです、ね、海に囲まれた四国に、はいはい、ぜひ常に海が見えてるって感じですね。景色を楽しんでいただきたいです、はい、気持ちいいでしょうね、はい、あ、もう香川県に入りましたね。はい、おうどんが出ました。讃岐うどんです。どうでしょうか。長野はお蕎麦のイメージかな。そうでしょうね。あ、元気もりもり走ってますね。おっと、残念ながらアイスを落としてしまいましたね。あの一番末っ子の未来ちゃんですね、うん、でこれが先ほど出たあのスタンプラリー、はい、29箇所でございます。あ、こうやって霊場も巡りながらできるサイクリングですね。はい、観音寺に到着いたしました。はい、おみくじどうだったかな。もう自分たちの大吉みたいですね。はい、時間もね、自分たちの思うように使えますしね、はい、そして各地の美味しいもの、はい、そうですね、あのこれは四国遍路ではよくあるんですけども、あの宿坊でして、はい、宿坊、はい、お寺の中の宿泊施設ということで、はい、あの観音寺にもございまして、あの家族でも泊まれる、うん、宿になってます。でこれがもう一夜明けてますけども、朝のお勤めということで安全祈願してるんでしょうかね。非常に荘厳な雰囲気で、身の引き締まる、そういった感じがしますね。旅の安全と、また今日一日頑張るぞという気持ちを入れ替えての朝のお勤め。またお天気がいいですね。ちょっと豆ができたかな。そうですね、これがあの2日目でですね、善通寺から、徳島のですね、美馬市っていうところに向かって、はい、行ってます。南下してましてですね、はい、吉野川沿いに香川の方から出てくる予定です。これがあのお母さんが乗ってるのが e バイクでございまして、はい、これあの二人乗りはダメですけどもあのお姉ちゃんがあのもう疲れたんで乗せてくれと、なるほど、 e バイクに乗りたいと変えてくれ、ダダをこねてるところですね。徳島県入りましたね。あ、入りました。これが美馬市の脇町、はい、非常に、伝統的な明治時代の建物があるところで有名でございまして、藍染め、こういう体験もできるところでございます。途中で自由に寄りたいところにも寄る時間を作ることができるっていうのもいいですね。そうですね、こういうあの体験しながらですね、はい、いろんなところを回っていただくというのも四国の魅力の一つかなと思ってます。3日目になりました。はい、3日目はですね、先ほど美馬市から同じ徳島県内ではあるんですけども、ウミガメのふるさと日和佐というところまで、進んでまいります。行くまでにはパンクしたりのアクシデントもあったようですね。そうですね、パンクもありましたけども、こういう、極楽寺一番札所でございます。極楽寺とか次の、あ、すみません、霊山寺ですね、失礼しました。霊山寺とか極楽寺、こちらの方もお参りしながら楽しんで、進んでまいります。こうした家族で旅する旅行、
サイクリング1000キロっていうのは本当ずっと忘れられない思い出になりますね。そうですね、またまた体験コンテンツなんですけれども、大谷焼きのですね、峠体験、これをしてますね。これが焼き上がる頃には長野に帰るかな。そうですね、でまたまたここから、はい、輪行で、ございまして、後ろ日傘を向かに向かって行ってますね。日傘到着です。はい、はい、本当に無理のない旅ですね。はい、続きまして、4日目、日傘から室戸へ、高知室戸岬へ向かいます。ちょっと険しくなってきますね。そうですね、徐々に、ね、皆さん、はい、ちょっと疲れが出てきたかなというような感じもしますが、はい、まだ笑顔ですね。笑顔ですね。あ、お姉ちゃん疲れてますね。凛々しい引き締まったお顔してましたが、あーでも景色がやっぱりいいな。そうですね、ちょうど夏だったんでですね、はい、非常に暑かったんだろうなと思います。そうですね、はい、高知です。あ、四国一周の文字が見えましたね。はい、この海岸線よく台湾の方に言われるんですけども、はい、台湾に似てるなっていうようなことでですね、よく言われます。結構最初はいいなと思うんですけど、距離が長すぎてですね、だん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 こう疲れとともに、はい、秋が来ると言ってはいけませんけども、はい、非常に楽しい。お遍路をしてても、はい、苦しいところかと思いますけれど、はい、でもですね、苦しみながらもこの室戸岬の絶景、はい、これを見るとですね、一遍に疲れが来ておりますね。そうですね、今日は体をゆっくり休めてもらいましょう。おいしいものたくさん食べてください。ぜひですね、この室戸方面行かれるとですね、この金目鯛、はい、これが非常においしいんで、ぜひですね、金目丼食べていただきたいですね。金目が丼ですよ、はい、聞いたことないです、金目丼、はい、続いてですね、室戸から高知に向かってます。はい、これお母さん怒ってるんです。あら、どうしたんですか。お姉ちゃんがですね、タブレットをさっきの宿に忘れてきてて、あれお父さんがもうこれ取りに行くんですね。お父さん、さすが、はいはい、大変、何キロも乗るんだろう。そうですね。お父さん追いついてますかね。はい、これは善治富士で、ね、32番札所ですね。はい、一箇所一箇所に思い出ができますね。そうですね、うん、さあ来ました。はい、カツオのわら焼きでございます。はい、これまたいいな。見てるだけでよだれが出ますよね。高知はまた見どころが多いですからね。長いですしね。はい、はい、あ、これは分かったぞ。はい、分かりましたか。はい、桂浜ですね。そうです、坂本龍馬もいます。6日目です、はい、桂浜を後にして、一路四万と久保川というところに向かってます。高知は長いですからね、はい、これが岩本寺ですね。綺麗なお寺、はいはい、もういきなり7日目に飛びましたけども、はい、久保川から西土佐へ、はい、今移動中です。あ、これ四万十川ですね。やってきました。沈下橋が見えましたね、はい。あ、もういろ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 楽しんでるな。いいな、1000キロチャレンジしようかな、ね、あ、ジップライン、ジップライン、これも道の駅東亜のところにありますね。結構怖そうですよね。これは、はい、距離も長くて気持ちよさそう、はい、出た、うなぎ。いいものばっかり食べてますね。本当ですね。撮影のためでしょうか。いえいえ、家族で食べてます。家族で、お父さんありがとう。沈下橋も渡りまして、はい、でまたまたカヌーも体験してますね。アクティビティもたくさんあるんですね、はい、やはり四国はですね、自然のアクティビティが非常に豊富で、はい、いろんな体験ができますね。あ、寄って西戸さ寄りました、はい、ここはアユの塩焼きとかですね、はい、スイーツも結構おいしいのがありますね。続いて、いよ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 愛媛に戻ってきますよ。行ってきます。その前にちょっと包丁の、はい、ですが、包丁打ち体験、家事体験、はい、をやってますね。あ、未来ちゃんのこれ包丁ですね。へー、中村、
中村から電車にまた輪行しましたね。元気元気、ちょっと元気になってきましたね。あ、これも愛媛ですね。あ、はい、愛南の海でしょうか、はい、笹山、はい、あ、ジャコテン、この辺になってくるともう愛媛って感じがしますね。ね、本当ですね、はい、もう熱々のジャコテンを頬張ってます。はい、南まで入ってきました、はい、さあ宇和島ですね、久屋、はい、広場、はい、しらす丼に立ち巻きもうお腹空いてきましたね。もう料理名を言ってるだけのような気がしてきました、はい、宇和島からまた輪行してますね、はい、で、八幡浜の港でですね、出ますよ蛇口からみかんジュースが、はい、都市伝説ですね、実際やってますけど、はいはい、あ、八幡浜、はい、9日目八幡浜から松山へと、ね、これからまたみかんがね、山でオレンジ色の実を実らせる季節になります。これから二見のメロディーライン、これを通って一路松山へと、ここの道も気持ちいいだろうな。すいません、夕焼け小焼けラインでした、申し訳ございません、はい、これが長浜の赤橋ですね。もう長野の方一生分の海もご覧いただけたんじゃないでしょうか ね、 そうですね。わー、下灘、はい、これが下灘駅、ここから、はい、ちょっと交通量も多くなるんで、はい、松山まで、輪行で、行ってます。ゆっくりゆっくりです。あー、城山公園まで、はい、松山城から見る景色はいかがでしょうか。これはロープウェイ街ですね、はい、そして道後温泉へ、からくり時計ですね、はい、あ、夜の風情も、あ、楽しんでいただけたようです。疲れを癒してください。本館改装中です。最後、松山から、はい、今治10日目、でございます。もうここだけでもかなりの距離がそうですね、ありますが、50キロぐらいありますかね、はい、もう少しです。スタンプもたくさん溜まったかな。196号を走って、そして今治にゴールということで、はい、帰ってきましたが、旅はここで終わりません。終わりません、はい、四国一周コンプリートした、はい、方はですね、はい、サイクリストの聖地、うん、大三島まで行くのが定説になりつつあります。そうなんですか、はい、これその前に釣りしてますね。あ、これアコウ、高級魚ですよ、はい、アコウが釣れてます。アコウが釣れるんですか、はい、もう今治も楽しめるところがたくさんですからね、はい、これからですね、はい、来島海峡大橋、世界初の三連釣り橋、はい、なかなか絶景でございます。橋まで上がるのが大変なんですよね、はい、でも大きな船を間近で見ることもできますし ね、 すね、はい、これ大島ですね、非常に、石の産地でもありますけども、はい、でこれが2つ目の橋、博多、あ、橋、島ですね。何か来てるぞ、来てる来てる、さあ、お、これですね、またイルカ体験、イルカがいる、はい、すごい、バイバーイ、楽しいですよね、はい、これは。で、いよいよですね、はい、サイクリストの聖地碑がある、愛媛県の大三島、はい、愛媛側から、はい、橋を渡って3つ目の大きな島ですね。そうですね、はい、ここがサイクリストの聖地碑で、コンプリートというようなことで、本当に11日間、原家ご家族非常に楽しんでいただいたんじゃないかなと思ってます。ね、満喫されたんじゃないでしょうか、はい、1000キロって大変だなと思いますけど、やはりご家族とか仲間で行くとそれぞれあっという間で過ぎてしまうかもしれないですね。そうですね、やはりお一人で行かれる方もいると思うんですけども、はい、やはり仲間であったりとか、うん、家族であったりとか、ですとですね、その皆さんの絆が深まると同時にいろんなドラマがあるんじゃないかなというふうに思ってます。さあ最後にこの四国一周、大変だと思いますがその魅力について教えていただけますか。はい、
四国は一つの島国なんですけども、4県からなってます。愛媛県、香川県、徳島県、高知県なんですけども、またその一つの県にもですね、たくさんの地域があります。で、その地域の独特の個性もあると思います。自転車だからこそですね、わかる、その違いがわかるんだじゃないかなというふうに考えてます。一周する達成感とですね、チャレンジ、それから、ワクワクするような冒険が待ってます。ぜひですね、皆さんちょっとハードかなと思いますけども、分割して、チャレンジしたり、あるいは e バイク、これを活用して、四国一周ぜひしていただけたらなと思ってます。四国一周のチャレンジお待ちしています。どうぞよろしくお願いします。チャレンジするお一人お一人にとって一つ一つの物語ができそうですね。はい、そうですね。ぜひ四国一周サイクリング検索していただくとですね、ホームページにいろんな情報が出てます。分割していくもよし、長期の休みを取っていくもよし、いろんな方法があると思いますので、ぜひチャレンジしていただけたらなと思ってます。はい、ありがとうございます。愛媛県自転車新文化推進課川上様でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。